こんにちは、鈴木健三と申します。皆さん、ポケモン SV ダウンロードコンテンツ青の円盤が本日より配信開始となりました。この青の円盤から登場する新ポケモンにブリジュラスというやつがいます。こいつはケンタテで登場したジュラルドンから新たに進化するポケモンなんですが、私ポケモンコレクター誰よりも早く色違いで入手したいということで、今回はジュラルドンの色違いをあらかじめ準備しておいて、青の円盤配信後すぐに色違いブリジュラスにしてやろうと。ただ色違いを入手するだけなら何の苦労もないんです。負荷厳選すればいいだけなんで。しかし今回はねボールにもこだわってやろうと思いまして、ポケモン剣盾では超低確率で手に入る珍しいボール、コンペボールとサファリボール、この2種があります。私最近ガラル地方のポケモンをコンペボール入り色違いでコンプリートしようということをちょっとやってまして、その過程でたまたま視聴者から交換してもらったコンペボール入りのジュラルドン持ってますんで、残りはサファリボールですね。サファリボール手に入れて、サファリボールでジュラルドン捕まえて、負荷厳選、このコンペボール入りとサファリボール入り負荷厳選ということでやっていきたいと思います。さて、どうすればサファリボールが手に入るのかと言いますと、ゲンタで鎧島にあるウロボ4つのアイテムを消費して新しいアイテム1つ入手できるというこのマシンですけれども、これにこの島で手に入るボングリを4個入れると 0.1% の確率でサファリボールが手に入ります。コンペボールもこれ同様ですね。ただしこのウロボを使用するたびにセーブが書かれてしまうという仕様なので、欲しいアイテムが出るまでリセマラというわけにもいかないんですね。厳しいですね。ということで、まずはボングリを大量に集めるところから始めなければならない。やっていきましょう。ということで、全部で合計アーカイブ24時間以上かかりまして、ご覧ください、ボングリが、集まりましたので、これを使ってウロボやっていきたいということでございます。お、出てるじゃん、やった、イエーイ。よし、こいつを親にしましょう。剣盾の負荷厳選もこれ久しぶりですね。あのさ、今ですね、現在、12月14日の午前9時なんですけれども、今、ちょっと、俺、もうそろそろ、ね、準備しようと思って、ポケモンホームから、ポケモン連れてこようと、ジュラルドンとかも連れてこようと思って、開いたっけ、ポケモンホームなんか今日の9時から、明日の15時までメンテナンスらしくて、俺、これ、今、俺さ、全部預けてて、今、ファイアローしかいないんだよ。スカーレットマジで終わったんだけど、どうすればいいのこれ。もうマジで最悪なんだけど。しょうがない、もうポケモンホームが使えないからさ、明日までもうここはもうこの SV で頑張ってジュラルドン捕まえようと思います。一旦それでお茶を濁します。だからマスボ入り捕まえれば一番レアだよね。マスボに入れてやろうぜ。パンは捨てていい、オッケー。お、あれ色違いじゃない、ほら来たぜ、マスターボール。やったー、はい、最速。こいつ進化させようぜ、マスボ色ジュラルドン複合金属、多分これだろう。お、使える、来た、行くぜ。これが色違いだ、見せてみろ。しゃあ、おお、おお、結構違うんじゃない？おい、おお、あ、結構違う、ガラッと違う。色違いブリジュラスゲットだぜ。おい、早くポケモンホーム解禁さんねえかな。やっと連れてこれた。なかなかのメンツじゃないですか。マスボ、コンペ、サファリ。ということで、まあ、結果的にね、マスボ入りもゲットできたんで、まあ、まあ結果オーライということでいいんじゃないでしょうか。3匹の色違いブリジュラス、マスボ、コンペ、サファリ。これ、全部3匹持ってんのは俺だけでしょ、まだ。現段階。ちょっと世界最速とさせていただいてもいいんじゃないかなと。なんやかんやでね、現地調達の色違いパーティーで、全然クリアできたんで、皆さんもダウンロードコンテンツぜひね、遊んでいただければ。僕はめちゃめちゃ楽しかったですわ。ということで、皆さんも、メンテナンス情報には気をつけましょう。鈴木健三の膀胱が今、破裂しそう、破裂しちゃっている。